災害発生あなたならどうする避難経路編これから地震災害発生時の状況判断を2択で問いますあなたは A か B のどちらかを選んでください実際の災害現場で起こったことを交えながら説問の解説をします 災害時の判断はほとんどがケースバイケースです。明確な正当はありません。それでは始めましょう。避難経路の確認。あなたは利用者です。 大きな地震が発生しました。揺れは収まりましたが、職員からの避難指示はまだありません。どうしますか ?A。外へ逃げる。B。指示を待つ。質問を続けます。あなたは職員です。 大きな地震が発生しました。避難経路の安全確認が済まないうちに利用者が外に出始めました。どうしますか ?A、待機するよう呼びかける B、避難誘導する。質問は以上です。 あなたはどちらを選びましたか ?A の場合は安全確認後に避難を行うという模範的な選択肢ですしかしながら被害の程度と待たされる時間によってその後の状況が変わってくる可能性があります B の場合は 安全確認を経ずに避難が始まった、あるいは避難を誘導した場合です。避難が無事にできればいいのですが、避難経路に危険があると、その後の状況が変わってくる可能性があります。それでは解説です。地震発生直後から避難するまで。 一般に公共施設等の防災計画には次のように規定されていることが多いです。地震等が発生した場合は施設内の利用者の安全を確保し避難が必要と判断されるときは安全な場所へ避難誘導を行う短い表現ですが 安全確保と避難誘導にはそれぞれ細かく確認しなければならないポイントがあります地震発生直後の安全確保には例えば次のようなことを確認する必要があります建物に大きな被害がないか避難経路上の危険物がないか避難経路を確認する職員の安全は確保されているか 避難経路確認を待っている間の居場所は安全かなどです。安全を確認してから避難をするというのはとても重要なことです。例えば東日本大震災の時通常の通路が割れたガラス片で危険な状況がありました。質問を振り返ってみましょう。 一つ目の質問はあなたは利用者でした。二つ目の質問ではあなたは職員でした。これら二つの質問は同じ状況にいますが立場が違うことにより取り得る選択肢が異なっています。このような状況を利用者の立場で考えてみて掘り下げていくことも大事です。 地震発生直後から避難するまでには他にも様々な状況が想定されます。これらは同時多発的に起こり判断を求められます。意思決定者が不在の場合は、死傷者が出た場合は、利用者の行動を制御できなくなった場合は、避難経路上の危険物が確認された場合は、などです。 さらに、夜間に地震が発生した場合はどうでしょうか閉館時刻間際の発生だとどうでしょうか建物の被害や負傷者の発生などは同時多発的に起こり、それぞれに判断を求められます。安全確保や避難誘導には様々な状況を想定しておかなければなりません。 防災計画を見直すときにより具体的な想定を行ってみてください。災害発生あなたならどうする避難経路編企画編集図書館災害対応研究会政策国立研究開発法人防災科学技術研究所 自然災害情報室。Web コンテンツは他にもあります。ぜひご覧ください。